どうもシュンズ TV です。皆さん、私今から寝るところなんですけど、やけにですね、さっきからトイストーリールームがガヤ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 してるんですよ。なんでこんなうるさいんだろうなと思ってたんですけど、まあ一つちょっと心当たりあるのが、普段歯磨いて寝るんですけど、今日もうめんどくさいから歯磨いてないんですよ。でも別に歯磨いてないくらいでおもちゃたちが騒ぐとも思えないので、ちょっと今からカメラを回してトイストーリールームに入っていき、ん？おお！びっくりした。こんなところに猿がいました。ちょっとトイストーリールームに戻してきますね。いやー、まったくなんか騒がしいしさ、ちょっとトイストーリーのおもちゃたち、今からね、寝たいんですよ。ね。で、お猿さんが、ね、なぜか私のベッドにいました。はい。よいしょと。ね、よいしょと。はい。ね、皆さん、ちょっと少しだけ、遊んでてもいいので、音量を静かにしてください。私は、ゆっくり寝たいだけですので、ウッディとバズも、よろしくね。このおもちゃたちに騒がせないようにちゃんと言ってください。お願いしますね。では、私は寝ましょう。おー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 、ちょっと待ってくださいよ。早くないっすか、いくらなんでも。だって今、ここにいましたよね。あ、もしかしてボーピープもきっと手伝ったんでしょうね。すぐに移動させるのを。ここに、ボーの、棒がありますからね。ちょっとお願いだよ、寝かしてくれよ、ウッディとバズ。よいしょ。あんなの飛んだんじゃない、落ちただけ、カッコつけて落ちただけだ。いや、ちょっとウッディとバズ頼むよ。よいしょっとね、この部屋でゆっくりとしててくださいね。お願いしますよ、ウッディとバズ。よいしょ。もうね、私はただ寝たいだけなんですから、いいですか？ここにいてくださいね。もう寝るの邪魔しないでくださいね。わざと騒がしくしたりとかね、わざとお猿さんがね、僕のベッドにいたりとかね。よいしょ。わかった、もうたくさんだ。ん？え？うわ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 、なんであんなところにお猿さんがいるの？さっき下に置いといたのに、ウッディとバズ、一体何？あれ？待ってくださいよ。歯を磨こうって書いてあって、しかもバズがお猿さんに歯を磨いてますよ。ちょっと待ってください。もしかしてウッディとバズはちゃんと歯を磨いてから寝ろって言ってくれてるんですね。そうか。いや、ちょっとジェニーちゃん、もし歯をちゃんと磨かなかったらどうなるの？ぜひ教えてください。スクリーンロケーションで。ママー。おお、マジかよ。虫歯だらけ。そんなの嫌ですよ。虫歯だらけで毎日毎日痛い思いをするんですね。わかったよ。みんな教えてくれてありがとう。今から歯を磨きに行きますよ。あー、皆さん、ご飯を食べた後や寝る前は必ず歯を磨きましょう。じゃないとずっと痛い思いをしますよ。皆さん、トイストーリーのおもちゃたちの言う通り、しっかりと歯を磨きました。痛い思いはしたくないですからね。これで安心して寝ることができます。皆さんもぜひ歯磨きをしっかりやってくださいね。ではまたお会いしましょう。さようなら。